今度の僕たちの映画はね、砂漠を旅するお話なんだよ。島次郎と虹のオアシス、またまた島次郎たちが大冒険を繰り広げる。生まれて初めてのすごい興奮してきますよ。流れた瞬間にっていう感じで楽しそうでよかったです。歌ったり騒いだりできるのがすごくいいなと。子供が成長したなっていうのも感じましたし、楽しかった。うるっときちゃいました。生まれて初めての映画館体験、それがファーストシネマ。島次郎と虹のオアシス、全国で大好評上映中。